第61回プライムタイムエミー賞は2009年9月20日にロサンゼルスのノキアシアターで発表、受賞式が行われた。クリエイティブ・アート部門は同年の9月12日に発表された。受賞式のテレビ中継は CBS が担当。司会はニール・パトリック・ハリス。今回コメディシリーズ助演男優賞で候補にもなっている。対象は 2008年6月1日から2009年5月31日までに放送された作品となる。司会のニール・パトリック・ハリス候補の発表は7月16日にグレーズ・アナトミー・コイの解剖学のチャンドラ・ウィルソンとビッグ・バン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則のジム・パーソンズが担当した。両人ともそれぞれの作品の演技で該当部門で候補になっている。また、 ウィルソンは別作品でも候補となりダブル候補となった。最多候補作は NBC のコメディシリーズ36区の22候補。去年自身が樹立したコメディシリーズにおける1シーズンの候補数記録の17候補を2年連続で更新した。続いて HBO のテレビ映画クレーガーデンズツイオクの館の17候補。これもテレビ映画における 候補数の最多大記録となっている。ドラマシリーズでは去年のトップでもあった AMC のマットメンが1候補増やした16候補で最多となった。曲別の最多は HBO の99候補で史上最多。ネットワーク局では NBC が17候補増やしトップ。一方で去年のトップだった ABC は21候補減らし55候補となっている。 個人では、前述のチャンドラ・ウィルソンをはじめ、ジョン・ハム、ティナ・フェイなどが、複数部門で候補になっている。フェイは、去年の3部門候補に続いてである。日本関係では、ヘアスタイリストの徳永優子が去年に引き続き、プッシングデイジー恋する、パイメーカーのエフェクトヘアデザインで、2年連続ヘアスタイリング賞の候補となった。一覧と詳細は、英語版、EN。 61ショートトーンプライムタイム、エミアワーズウィナーズノミニツを、参照受賞は、太字のものである。なお、カッコは、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。アレック・ボールドウィン、36六コメディシリーズ主演団優勝、トニコレット、ユナイテッド・ステーツ・オブ・タラ・コメディシリーズ、主演女優賞ブライアン・クランストン、ブレイキング・バッドドラマシリーズ、 主演団優勝グレン・クローズ、ダメージドラマシリーズ主演女優賞ブレンダン・グリーソン、チャーチル第二次大戦の嵐ミニシリーズ、テレビ映画主演団優勝、ジェシカ・ラング、グレー・ガーデンズ追憶の館ミニシリーズ、テレビ映画主演女優賞ジョン・クライアー、チャッリ・シン・ハバー、ボーイズ・コメディシリーズ女演団優勝クリスティン・チェノーエス、プッシング・デイジー・恋する、パイメーカー・コメディシリーズ女演女優勝、 マイケル・エマーソン、ロストドラマシリーズ女演団優勝チェリー・ジョーンズ、24, 24、24- ドラマシリーズ女演女優賞券、ハワード、グレーガーデンズ追憶の館ミニシリーズ、テレビ映画女演団優勝、ショーレ・アグダ・シュルー、サダム野望の帝国ミニシリーズ、テレビ映画女演女優賞、ジェフ・プロブスト、サバイバー司会者賞、コメディシリーズドラマシリーズミニシリーズ、テレビ映画、 コメディシリーズドラマシリーズミニシリーズテレビ映画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 バラエティ音楽コメディ番組コメディシリーズドラマシリーズミニシリーズテレビ映画バラエティ音楽コメディ番組詳細は英語版 en61 ショートトンプライムタイムクリエイティブアーツエミーアワーズを参照シリーズスペシャル映像制作の優秀な功績1時間未満1時間以上ボイスオーバーパフォーマンスショー短編形式アニメ番組短編形式実写エンターテイメント番組数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まないプライムタイムクリエイティブアートエミー賞を含む 全部門の合計、ありがとうございます。